みを解決できる妖怪を連れてこよう。連れてこれないっすからね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ということで、なんかそろそろ元の世界にもしかしたら帰るんかなって思ったけん、とりあえずその前にこの世界でのクエストをちょっとやっていこうかなと思うんやけど、これは大森山、これか。秘めた視線のその先に、どうやら過去の桜本町に困っている人がいるようだ。お昼の川端通りで話を聞いてみよう。ってことでちょっとこれをやっていきます。よし、行くぜ。頼み事のある人の元に行こう。連れてってナビワン、お願いします。どの人ですか？危ねえナビワンは通り抜けていけるかもしれないけれど、私は無理なのでちょっと怖いです、普通に。あ、おばあちゃん、あの時はありがとうね。どの人ですか？もしかして普通に私今扉を、あ、扉に案内されるわけじゃないよね。なるほどよかった、ちゃんとクエストの方案内されるね。あのハテナか、どこ？あ、いた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 。ん？あれではない。どれどれどれ、どの人？あ、あの子か。あっちのハテナは何なんやろうなどうも。ん？ねえ、そんなところに何をしてるの？びっくりするから急に声かけないでよ。怪しいことは何もしてないんだからめちゃくちゃ怪しいよ。こんなところに隠れて何を見ていたの？何も見てない。もうあっち行って。あと私がここにいたこと、誰にも言っちゃダメなんだからね。やっぱり怪しいな。この子は何を見ているんだろう。怪しい女の子が物陰からこそこそとずっとどっかを見つめている。何も見ていないと言っているけれど、なんだかとっても気になってしまう。一体何を見つめているんだろう。好きな人とかやね、きっと。ん？何もいないけど。この子の視線の先を探してみよう。秘めた視線のその先に発生。クエストを進めてみよう。でも、何もなさそうな感じな気がするけど。もしかしてこの子の視線の先があっちのハテナか？そういうことなのでは。え、違う？あ、違うっぽいな。どこですか？あ、これ？誰誰誰、君さっきまでいなかったよね。ん？どうした？これ何か用か？実はある女の子が物陰でコソコソしていて、視線をたどったらここについて。説明しにくいな。ああ、俺を心配してくれているのか？ありがとうな。でも心配はいらないぜ。俺もうすぐこの町からいなくなるから。え？あ、引っ越していくんや。好きな男の子はきっと親の仕事の都合で引っ越しするんだよ。こっからの景色が好きなんだけど、もう見納めだな。うん、そうなんだ。そうだ、お前に頼みがあるんだけど。俺のことを見ている女の子がいるんだろ？あの子、俺がよく行く駄菓子屋の子なんだ。その子にありがとうって伝えておいてくれないか？なんだ、気づいたんだ。でも自分で伝えた方がいいんじゃない？直接言うのはちょっと恥ずかしいんだよな。頼むよ、これやるからさ。ありがとう。直接言ってあげてよ、かわいそう。濃厚キャラメルを手に入れた。美味しそうやけど美味しそうやけども。濃厚キャラメル好きなんだよ。うまいのね。知ってる。美味しいよね、キャラメル。昔よく私サイコロキャラメル食べよった。まあ、普通の明治のキャラメルでもいいやけど。明治グリコグリコ、あれ最近見かけん気がするな。最近無理やんかな、ハート型のやつ。君が見ていた人と話してきたよ。あの人もうすぐ引っ越すんだって。君にありがとうって言ってたよ。そんな、引っ越しなんてもう会えなくなっちゃう。あ、引っ越しすることは知らんかったの？マジで？え、ごめんね、衝撃の事実を。でも知らん方が僕やったかな。うん、ねえ、あの人に伝えたいことがあるんじゃない？だったら今言わないときっと後悔するよ。伝えたいこといっぱいあるのに、でも恥ずかしくて言えない。よし、こうなったら妖怪に力を借りるしかない。絶対最後は言った方がいいよ。思っていることを暴露させる、そんな力を持った妖怪がいた気がする。暴露バーしか思い浮かばんけど、カッパ？カッパか？よーし、
っていることを暴露させる。思っていることを暴露する妖怪、今はメインメンバーにいないみたいだ。また後で話しかけよう。メインメンバーに入れんといかんのか。ちょっと待ってね。メンバー編成すべてのリストで、多分カッパでいいよね。うん、カッパ。ほらカッパよ。まあ、とりあえずどこでもいいや。はい、入って。これでオッケーかな。よーし。え？違うの？え、もしかしてあれ？捕まえてこないといけない感じのやつですか、これは。え、捕まえてくる？そういうこと？そういうことか？だって他におらんやろ。座敷わらしは違うよね。ジュニア、チャーリー、握りの旦那、パックン、コマさん、バック、引きこうもり、ジバニャ。捕まえてくるパターンのやつか。なるほどね。ってことは結局、今すぐにはちょっと解決できんというやつや。なるほど。でも捕まえてこれるんかな。悩みを解決できる妖怪を連れてこよう。連れてこれないっすからね。連れてこれないっすからね。じゃあちょっともう一個のクエストの方を解決していこうかな。これか。ぶよぶよの塊、過去の桜元町の郵便局前で誰かが困っているようだ。話を聞きに行ってみよう。はい、目的地ナビを。お願いします。これ。あれ、ナビは？あ、いた。これが、これか？あ、ですね。ずっとハテナが出とった子。うん。なあ、ちょっと聞いてくれよ。実はお前にとっておきのプレゼントがあるんだ。なんで私？プレゼント？一体何をくれるの？それはもらってからのお楽しみ。ヒントは桃色でブヨブヨして温かいものだ。ねえ、それ気持ち悪い。ほらほら、気になるだろ。欲しくなってきただろ。何？桜本町で出会った男の子が桃色でブヨブヨで温かいものをプレゼントしてくれるようだ。どことなくつかみどころのない説明だが、なんだかとっても気になってしまう。確かに気にはなる。うん、確かに気になる。そのプレゼントもらった。うん、よーし、行ったな。お前にこれをやろう。気持ち悪い、そのまんまやん。ブヨブヨの塊を手に入れた。確かにブヨブヨして暖かいけど、これって一体何なの？わからん。この間通りすがりの人にもらったんだけど、使い道はわからないし、気持ち悪いからやるよ。ちょっと！自分でもわからないものをプレゼントにしないでよ。だいたいこんなもの誰にもらったの？それが覚えてないんだよね。めっちゃ印象的な出来事やのに。俺以外にももらった人はたくさんいるんだけど、誰も相手の顔を覚えてないんだ。何それ怖い。夜の牛乳屋の近くの道でもらったっていうのはみんな口を揃えて言うんだけどさ。誰も顔を覚えていない。そんなことあるはずが。もしかしたら妖怪のせいかもしれない。夜の牛乳屋の近くの道を調べてみよう。ブヨブヨの塊発生。クエストを進めてみよう。時間が経っても暖かいっていうのが気持ち悪いね。とりあえず夜まで休みますか。おいおい。今日は高城邸攻略作戦だ。休んでる場合じゃないぜ。はぁ、もうそれは終わったでしょ。時間操作をさせてくれないだと？どういうことだよ。させてくれよ。もう終わったんだからさ。くっそー。ということはもうあれだ。あの扉を調べるしかないということか。つらーい。つらーい。あ、伝えてきたよ。濃厚キャラメルのことしかもう考えてないやないか。はい、ってことで、いきます。うん。それじゃあ、しんくん、お願い。よし。うん。
あれ、何も起きない。何？まさか、失敗か？何失敗って、おぉ？ばっばぁ！ホッチの力、まだ完全じゃない。それじゃ、この扉開けない。どういうこと？力が完全じゃない。どういうこと？ん？帰れないの？ホッチの力、引き出せるかは使い手次第。まだまだ力不足って言葉。そんな。じゃあ、これは開けられないの？てか、あれなんやね。ヤマンバはずっとおるんやね。ここはババアが一腹脱いでやるわ。ん？帰れる？光った。それになんだか力が湧いてくる感じ。ああ。シン、試してみろよ。やってみる。いけるか。おー、あっという間に。なんか外れたよ。これってもしかして。うん。扉が復活した。うんうん。やったー、これでやっと帰れるよー。へへ、ヒヤヒヤしたぜ。一時はどうなるかと思ったけど、なんとかなったな。よかった。これで開かなかったらどうしようかと思ったよ。うん。ありがとう、シンくん。ありがとう。あなたも力を貸してくれてありがとね。バッバー。ただのババアのおせっかい。役に立ててよかったば。グッドラック。そこだけ横文字。ウィスー。さあ、これで本当に一件落着ですね。元の世界に帰りましょうか。これで時間操作ができるんじゃなかろうか。仲間たちを置いて普通に時間操作に走るやつ。さあ寝れるか。どうや。ウィス。ひとまず世界の扉を見に行ってみましょうよ。もう見たじゃねえか。とりあえずこの世界は一旦クリアしないといけないみたいだな。くっそー、あの子たちがどうなるか見届けたいのに。世界の扉を開いて元の世界に戻りますか。はい。うん。それじゃあ俺たち元の世界に帰るよ。三人とも元気でね。うん。ありがとう、探偵団のみんな。思えば助けられてばかりだったよ。へへ。なーに、俺たちも助けてもらったし、困った時はお互い様ってやつだ。うん。君たちはこれからどうするの？これまで通り姉ちゃんたちの魂を奪った妖怪を追うつもりだ。ああ。いい妖怪がいるってことも知ったしな。そいつらを探して情報を集めてみるよ。うん。そっか、気をつけてね。何かあれば私たちが助けに来るから。あ、いつきはなんかいろいろ空回りそうやけん、あとの二人がねちゃんとしといてくれたらありがとう。でもなんかちょっと寂しい。またどこかで会えるよね。まあ多分またこの先ここの世界には来るけんね。クエストあったし。こいつが使えるようになったんだ。会いたくなったらいつでも会えるって。そうだよね。絶対また遊びに来てね。ござる。拙者、次お会いする時までに必ずや立派な武士になってみせるでござる。スーさん最初しか出てこなかったよね。楽しみにしてる。みんなのことをよろしくね。またね。じゃあみんな、またね。使えるよね、ここの扉いつでも。行っちゃったね。俺たちも強くならないとな。ああ。次に会うときは探偵団のみんなをびっくりさせてやろう。ああ。絶対姉ちゃんたちを助けるぞ。二人ともついてこいよ。いつきこそ遅れるなよ。うん。私だって負けないんだから。マッコはね、秋のりの親戚ってことも分かったし。あ、キャラメルのお兄さんがいないんだけど。平和そう。全然公園じゃない。もう普通に元の生活に戻った。戻ってるね。ちょっと！ケータくん。まあ、あとダラダラしちゃって、今日は探偵団の皆さんとこ行けないんです？久しぶりに帰ったら気が抜けちゃって、しばらくゴロゴロしたいかな。なるほど。確かにいろいろなことがありましたからね。たまには私もまったりと過ごしましょうかね。何？地震？事件です！何？まだ関わってくるのね。勝手に人の家に。どうして俺ん家に来てるの？ミソライナホ、恥ずかしながら帰ってまいりました。どこから？いや、ここ俺ん家だから。事件です。そんなこと今はどうでもいいんです。事件ですよ、大事件。この街が、なんか黒い妖怪で溢れ返ってるんですよ。どういうこと？この街
が？それは大事件やけど。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。これでどうなんやろ、過去にもいつでも行けるようになったんかな。いつでも行けるなら解決したいんだけど。ブヨブヨのやつ。